はいどうも、モーリーです。今回は2022シーズン湘南ベルマーレの選手紹介を改めてやっていきたいと思います。このチャンネルでは普段湘南ベルマーレを中心とした動画配信をしております。他の J1 クラブの情報配信などもしていきたいと思っております。チャンネル登録者数2000人に向けて動画配信をしておりますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。今回紹介するのは名古屋グランパスから期限付き移籍で加入をした米本拓司選手について紹介していきたいと思います。米本選手は1990年生まれ、現在31歳の兵庫県出身の選手です。経歴を確認すると、プロキャリアをスタートしたのは FC 東京となっております。米本選手が高校生の時に当時 U16 の日本代表監督を務めていた上福監督の目に留まり、アンダー世代の日本代表に選ばれました。 U16 に選ばれてからは各世代で日本代表に選出をされておりましたね。プロキャリアをスタートした当時の FC 東京の監督も上福監督で非常に評価をされておりました。2009年から2018年まで FC 東京でプレーをし、215試合に出場し、5得点12アシストを記録してきました。その後2019年からは名古屋グランパスへ移籍をして、昨シーズンまでで出場試合数は83試合、1得点2アシストを記録しております。そして今シーズンは期限付き移籍という形で湘南ベルマーレ加入となりました。そんな米本選手のプレースタイルは、中盤で相手の目をつむプレーを得意としております。個人的にも FC 東京時代に中盤で嫌なほど相手を潰してボール奪取をする印象が強い選手ですね。ボールを刈り取る力は J1 トップクラスですし、守備範囲が広いのも特徴ですね。また攻撃面でもボールを奪ってから攻撃の起点にしっかりつなげられるパスも持ち合わせており、守備から攻撃への切り替えに違いを見せられるプレイヤーではないでしょうか。その他現在の湘南ベルマーレの選手とは、山田直樹選手と U17 日本代表時代にチームメイトとしてプレーをしておりました。そして米本選手のキャリアでのタイトル獲得では、2009年と2021年にリーグカップ戦を優勝、2010年に駿河銀行チャンピオンシップを優勝、そして2011年に天皇杯優勝と、さまざまなタイトルを獲得してきました。前回紹介した長木選手同様に、さまざまなタイトルを取ってきた選手なだけに、湘南ベルマーレを勝てるチームに引っ張っていってほしいですね。その他気になる部分では、激しいプレーが多い分少し怪我をしがちな部分が気になりますね。1シーズン怪我なく湘南ベルマーレを支えていってほしいですね。そんな米本選手ですが、2022シーズン湘南ベルマーレの出場ポジション予想ではこのような予想をしております。フォーメーションは昨シーズン同様の 3-5-2 で考えております。予想としてはアンカーのポジションを予想しました。昨シーズンまでは田中聡選手がアンカーを務めていましたし、新加入選手では長木選手や鈴木淳之介選手も同ポジションの選手となります。米本選手にはガツガツボールを刈り取っていってほしいですし、アンカーでの起用を期待したいですね。ただ FC 東京時代では一つ前のポジションも少しプレーをした経験もありますし、インサイドハーフでの起用というのもフィットするのではないでしょうか。またボールポゼッションが得意なチーム相手に、米本選手、長木選手、田中選手の3枚が同時に見られることもあるかもしれません。米本選手の加入で中盤の組み合わせが非常に面白くなりそうですね。米本選手が入ることによって、大事な時間でしっかり相手に激しくプレーをして、引き分けの試合を勝ちに持っていけるチームに引っ張っていってほしいです。今シーズンの米本選手の活躍を期待しております。ということで、今回は名古屋グランパスから期限付き移籍で加入をした米本拓司選手について紹介をしていきました。また次回も湘南ベルマーレの新戦力紹介をやっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。
皆様からのコメントもお待ちしております。また次の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。